中国の歴史教育を見習え。トゴーグス・アグレスちゃんはアメリカ人タレントのたった一言で完全論破されました。日本の教育は子供に嘘を教えている、そう言い張るアグネスちゃんが完全論破され絶句した事件をご存知でしょうか。アグネスちゃんさんといえば人気テレビタレントで慈善家としても有名ですが、あるテレビ番組でとんでもない発言をしました。その発言とは、中国は反日教育をしていない、嘘の歴史を教えているのは日本だけというもの。これには番組の出演者も視聴者も驚愕し、場の空気が一気に凍りつきました。それもそのはず、中国の主張する歴史は嘘だらけで、例えば南京事件が起きたとされる時期には笑顔で暮らす市民たちの様子が当時のニュース映画に残されています。しかもこの事件を共産党が持ち出すようになったのは終戦から20年近く経った後のことなんです。そのためこの発言にアメリカ人タレントが冷静に事実を提示し、アグネスさんの主張を否定しました。具体的な歴史的事実を持ち出し、中国でも反日教育が行われていると指摘したんです。この発言に対してアグネスさんは何も言い返せず絶句。さらに彼が続けてある一言を述べたところ、顔面蒼白で悔し涙さえ流すほど追い込まれたんです。放送事故寸前の事態に SNS では中国の言論統制が暴かれたと大反響を呼んでいました。一体この討論番組で何があったのでしょうか。今回はアグネスちゃんさんが完全に論破された理由、そして中国による反日教育の真実などについて解説します。この動画を見れば彼女の裏の顔に気づくことができるでしょう。それでは行ってみましょう。まずアグネスちゃんさんについて簡単にご紹介しましょう。彼女は香港出身の歌手でありエッセイスト、本名はチャンメイリン、そして日本名は金子チャンメイリンです。カトリック信徒で、アグネスは洗礼名の聖アグネスに由来します。70年代には日本で歌手としてデビューし、ひなげしの花や草原の輝きなどで大ブレイクしました。また慈善活動にも積極的で、1998年には日本ユニセフ協会大使、2016年にはユニセフアジア親善大使を務めています。こうやって見てみると本当にすごい経歴ですよね。アグネスちゃんさんは国内だけでなく台湾やアメリカでもアーティストとして活動しており、エッセイストとしても人気があります。例えば2017年に出版したスタンフォード大学に3人の息子を合格させた50の教育法という本はベストセラーになりました。また彼女は慈善活動に積極的で、世界中で多くの人々の支援を行ってきました。80年代にユニセフ主催のボランティア活動に参加したことをきっかけに、現在は一人でも多くの子どもを救いたいという信念のもと、貧困の解消や平和の実現のために精力的に活動しています。それだけに彼女の発言には大きな注目が集まり、その影響力も絶大です。そして時には大きな物議を醸すことがあります。アグネスちゃんさんの発言が特に議論を呼んだのは2011年から不定期で放送されている討論番組でのことでした。この番組では様々なテーマについて専門家やタレントが議論を繰り広げますが、その中でも彼女はひときわ注目を集める発言をしたんです。その討論番組は中国や韓国、アメリカ、インドなど世界各国の代表者がそれぞれの観点から意見をぶつけ合うという刺激的な内容で人気を博していました。アグネスちゃんさんが出演した回も各国の代表者が自国の文化や風習について意見を交わすものでした。この討論の中、中国の教育がテーマに上がった際にアグネスさんの発言が大きな注目を集めることに、なんと彼女は反日教育のことを今日ではっきりさせましょう、中国ではそもそも反日教育はしていなくて正しい歴史を教えているだけですと言い出したんです。その時の彼女は非常に感情が高ぶっている様子でした。この発言に対し日本代表の北村春夫弁護士が、中国が教えているのは過去の誤った歴史だと反論します。しかしアグネスさんはこれに対し、中国が教えてる歴史も韓国が教えてる歴史もアメリカで私が学んだ中国とアジアの歴史も一緒なんです、日本の歴史だけが違うんです、日本人は真実を教えてもらってないと主張を続けます。しかしここで考えさせられるのは、中国が反日教育を行っていないというアグネスさんの見解が本当に正しいのかという点です。実際に中国共産党中央が1994年3月に起草した愛国主義教育実施要項によって反日教育が公式に導入されたことが記録されています。この要項では学校での日常的な国旗掲揚や国歌を歌うことが義務付けられ、愛国心を育む教育が推奨されているんです。また歴史教使用指導書に基づき、
教師は子どもたちに感情的な歴史教育を行うよう指導されています。具体的には日本帝国主義の罪状を強調し、南京事件の残虐性と野蛮性を教えることで子どもたちに日本への強い恨みを抱かせる内容がしっかりと含まれているんです。その内容は次のようなもの。日本帝国主義を心より恨み、石井部隊731部隊が被害者の遺体を焼却した証拠の画像と、日本の侵略者が中国人を用いて行った細菌実験の画像を組み合わせ、生徒の思いを刺激せよ、日本帝国主義の中国侵略の罪状に対して強い恨みを抱くように仕向けるべきである。南京事件については残虐性と野蛮性を暴露し、また時間的経過と人数を生徒に覚えさせよ。教師は日本軍の残虐行為の部分を生徒に真剣に読ませて、日本帝国主義への深い恨みと激しい怒りを生徒の胸に刻ませるべきだと記されています。いかがでしょうか。このような指導書の内容を知れば、中国で反日教育が行われていることは明らかです。もし本当にそのような非人道的な行為があったのならば、確かに中国人が恨みを持つことは理解できるかもしれません。しかし、もしこれらの事実が嘘だとしたら、話は全然変わってきます。さて、ここで皆さんに注目してほしいのは、本当に細菌実験やジェノサイドがあったのかどうかという点です。これについては、中国の中学校歴史教科書にこう記されています。残虐な日本侵略者は東北地方に専門の細菌船を研究する石井部隊を作り、主にペストやチフスなどの細菌とそれらの細菌爆弾の研究と製造に当たった。人間らしさを喪失した侵略者は生きたままの中国人を使って実験をし、多くの人々を苦しみの中に殺害したのだと。この記載には2枚の画像が添付されており、日本の侵略者が健康な中国人に細菌実験を行っているところ、石井部隊が被害者の遺体を焼却した証拠の画像という説明がついています。しかし、これらの画像にはとんでもない秘密が隠されていました。実は全く関係ない写真を実験の証拠として利用していたんです。日本にはかつて全貌社という出版社が存在していました。この会社が発行していた雑誌全貌の昭和60年5月号では、中国の中学校歴史教科書の内容が事実ではないと断言しています。石井部隊の細菌実験が虚偽であるとする証拠として、昭和3年に青島新報社が発行していた山東省動乱記念写真帳の存在を指摘しました。この写真帳には1928年5月に西南病院で撮影された写真が掲載されており、西南事件で犠牲になった日本人被害者との記載がありました。なんとこの写真が中国の歴史教科書で石井部隊の細菌実験の証拠として紹介されていたものと同じだったんです。つまり中国側が示した証拠は実際には全く異なる文脈で撮影されたものでした。皆さんはどう思いますか。西南事件とは、中国軍が突如として満州の西南市を襲撃し、多くの日本人が犠牲になった事件。つまり日本側は全くの被害者となります。歴史の真実をどう受け止めるべきか改めて考えさせられますね。さらに興味深いのは、石井部隊の誕生が1940年であることです。これに対し問題の写真はそれより12年も前に撮影されています。こうした事実を知ると、中国の教科書で行われている歴史教育の歪みが明らかになりますね。皆さんもぜひ山東省動乱記念写真帳を手に取ってみてください。古本屋を巡れば4から10万円程度で購入できるかもしれません。ここで他の証拠も紹介しましょう。2007年1月18日に報道された米情報機関の731部隊に関する10万ページにも及ぶ機密文書の公開についてです。この文書には石井四郎中将を筆頭とする731部隊関係者の個別尋問記録や細菌船の研究成果が含まれています。これらは1947年6月頃に書き綴られ、米軍に引き渡されたものです。これらの最高機密文書からも731部隊が細菌船の研究を言っていたことは確認できますが、実際に人体実験や細菌船に着手した証拠は見つかっていません。つまり731部隊の活動は研究にとどまっていたということを示しています。この点からも中国の教科書に記載されていた内容や画像が虚偽であると断定してもいいでしょう。また南京事件についても触れないわけにはいきません。この事件では日中戦争が始まった1937年に日本軍が中華民国の首都である南京を制圧し、6週間から2ヶ月間にわたって中国兵の捕虜や住民を攻撃、さらには婦女に対して暴行を加えたとされています。中国側は犠牲者の総数を30万人を超えるとしていますが、戦勝国による東京裁判では20万人以上とのこと。しかし
これが事実か虚構であるかについては未だに定かではありません。一部の説では南京事件そのものが作り話だという意見もあるほどです。日中戦争中に民衆が犠牲になったことは確かですが、加害者が必ずしも日本軍であったとは言い切れない部分もあります。というのも中国には自分たちの罪を日本に押し付けた実績があるからです。一つ注目すべき出来事があります。1938年6月、中国軍は日本軍に対抗するために黄河や淮河の堤防を決壊させるという戦術を展開したことで多くの尊い命が失われました。彼らは日本軍を水攻めにして撃退しようと考えたんです。しかし堤防が破壊された際に日本軍はまだ到達しておらず、結果として農村に住む一般民衆が甚大な被害を受けました。黄河沿岸は瞬く間に地獄と化し、多くの中国人が家や生活の場を失いました。しかし中国軍はこの作戦の失敗を認めず、こともあろうに日本軍の仕業だと罪をなすりつけたんです。いかにも中国人らしいやり方ですよね。しかし日本軍は当然無実でしたし、それどころか敵国の国民に救いの手を差し伸べていました。なんと当時の日本軍はこの惨状を見かねて、濁流に流されそうになる中国人たちをボートで救出していたんです。この事実は1938年6月23日の同盟ニュースでも報じられていますし、国史図書が出版した支那事変という本でも当時の写真が取り上げられています。この黄河決壊事件で命を落とした人数は河南省だけでも32万人に上り、さらに広範囲では80万人から100万人に達するとも言われています。この大事件は完全に中国軍の過失によって引き起こされたものでした。さらに中国軍はこの他にも挑発や徴兵、略奪など無慈悲な行為を行い、その結果として民衆との間で争いが生じ、多くの命が失われました。このように中国軍は多くの悪業を犯しましたが、対照的に日本軍はその人道的な行いを称賛されるべきだと思いませんか。1942年に河南省で発生した干ばつについても触れないわけにはいきません。この干ばつは農民たちに大規模な飢饉をもたらし、被災者は実に3000万人に達し、300万人ほどが命を落としたとされています。しかしこの飢饉の最大の要因は天災ではなく、中国軍の無慈悲な軍糧食料の徴収にあったと言われています。日本軍はこのような状況下でも地元の農民たちを見捨てず、食料を提供して支援しました。一方で中国軍は上海市街地への爆弾攻撃や毒ガス作戦を実行し、さらには世界で初めて違法な毒ガス使用や細菌戦を行うなど、その暴虐ぶりは筆舌に尽くしがたいものでした。挙句の果てには寺院を焼き払い、抵抗する市民に対しても容赦なく手をかけていたんです。さてこれまでの話を振り返ると、実際には日本軍が濡れ衣を着せられ、陥れられたという事実が浮かび上がってきますね。自分たちの悪逆無道な行いを日本軍にすり替えた結果、中国は自国民からの敵意を巧妙にそらし続けてきたんです。そして今もなお反日教育を通じ、日本軍が細菌実験やジェノサイドを行ったと信じ込ませることで自国民を洗脳し続けています。多くの人は教科書に書かれている内容を疑うことなく受け入れてしまいます。これは中国だけでなく世界中どこでも同じことでしょう。幼少期から刷り込まれた情報は後々の人生に大きな影響を及ぼします。一度根を張った思想は簡単には揺るがないものなんです。この点についてスタンフォード大学の学者が論文を通して明らかにしたことがあります。彼が雑誌サピオに寄稿した日米中経緯の比較研究によると、最も公正な歴史教科書は日本のものであると結論つけています。日本の教科書は愛国的な記述が少なく、戦争賛美もないというんです。満州進出や日中戦争についても感情を排した事実の記述に徹しています。一方中国の教科書については歴史学の視点から多くの問題が指摘されています。共産党のイデオロギーが反映されており、国民の行動を左右するプロパガンダと化しているんです。例えば中国の教科書では太平洋戦争や広島長崎への原爆問題についてはほとんど触れられていません。つまり日本の加害者としての側面だけを意図的に強調しているんです。2004年に改訂された中国の教科書を見ると、愛国心を鼓舞し抗日戦にばかり焦点が当てられています。内戦についてはほとんど言及されず、描かれているのは抗日戦線での中国兵の勇敢な姿ばかり。一方南京事件については事細かに説明され、日本軍の残虐行為が強調されることで中国人のナショナリズムを煽っています。このように中国はいくつもの罪を犯し、かつそれを隠蔽するために日本軍に罪をなすりつけてきました。にもかかわらず
アグネスちゃんさんは日本のテレビ番組で日本の歴史教育に問題があると公然と批判したんです。この発言は視聴者に大きなショックを与えました。さらに彼女は中国は反日教育をしていないと主張しましたが、それは根拠のない個人的な見解であることがすぐに明らかになりました。また番組内では中国の言論統制についても議論がなされ、政治信条の自由が保障されていない状況に対し厳しい指摘が入ります。さらにその後驚きの展開が待っていました。アメリカ人コメンテータースティーブ・ソレイシーがあるたった一つのシンプルな質問でアグネス・チャンさんの本性を暴いたんです。その質問とは、中国政府へのクレームを自由に言えますか、という本当に簡単なものでした。その問いかけに対しアグネスさんはもちろんと答えました。しかしいざスティーブさんにじゃあお願いしますと促されると、彼女はすぐにうつむいて沈黙してしまったんです。その目にはうっすら悔し涙が溜まっているようにさえ見えました。これを見た視聴者はさぞかし驚いたことでしょう。彼女が批判する素振りすら見せなかったところからして、最初から中国政府に意見する気持ちなどなかったのでしょう。そんな彼女には慈善家としての顔もあり、日本ユニセフ協会の大使として精力的に活動しています。世界平和のために活動する姿はとても美しいと感じる人もいるかもしれませんが、むしろ彼女に対して懐疑的な目を向ける人が多いのも現実です。多くの人はユニセフと聞くと親善大使として活躍する黒柳徹子さんを連想するでしょう。しかし黒柳さんが関与しているのはユニセフ国際連合児童基金であり、日本ユニセフ協会とは異なる組織です。日本ユニセフ協会は東京に本部を置く公益財団法人であり、国連機関のユニセフはニューヨークに本部を置いています。ユニセフは寄付金をすべて途上国に届けていますが、実は日本ユニセフ協会は寄付額の 25% を国内の支援とは異なる目的に使用しています。その異なる目的とは一体何なのでしょうか。なんと驚くことに、日本ユニセフ協会は活動費や退職金などを差し引いて余った分をユニセフに送金しているんです。これに対してピンハネや着服といったネガティブなイメージを抱く人も少なくありません。人助けをビジネスにしていると捉える人もいるでしょう。それでもアグネスちゃんさんは日本ユニセフ協会の大使として愛と平和に関する講演活動を続け、貧困に苦しむ世界の子どもたちを救おうという姿をアピールしています。しかしそんな彼女の慈善家としての姿勢にはまだまだ大きな疑問を向ける人が多数います。特に都内の一等地に自社ビルを建てるなど、その行動は大きな批判の的です。建設費はなんと25億円、これは一般のサラリーマンが生涯働いて稼ぐ金額の約8倍にもなります。またテレビで東京都渋谷区広尾の豪邸を披露したり、横浜にも大邸宅を所有しているなど、複数の豪邸を所有している事実も明らかになっています。番組で紹介された彼女の大邸宅は贅沢なイタリア製の高級家具に囲まれ、随所に金がかけられていました。真の金持ちとは家に大金をかけるものです。つまりアグネスちゃんさんはまさに本物の富豪と言えるでしょう。彼女の邸宅はまさにゴージャスの一言につきます。インテリアの全てが高価で贅沢そのものです。彼女自身もその豪華な暮らしぶりを誇らしげに語っていましたが、多くの人はこれを見て不快感を覚えたのではないでしょうか。日本人はお金を持っていること自体には寛容ですが、それを自慢する人間には抵抗を感じる傾向があります。自慢という行為には多くの場合、相手を見下したり侮ったりするニュアンスが含まれています。そのため自らの財産をひけらかし自慢話を続けるアグネスさんは自然と嫌悪感を抱かれやすいというわけです。彼女は日本ユニセフ協会と関わりがありますが、金銭のやり取りはないと説明しています。確かに報酬を受け取っていないのであれば、自分の財産で贅沢な生活をすることは理解できますが、慈善活動に取り組む者が過剰に贅沢な生活を送っているという点はやはり問題視されますよね。彼女は途上国で貧困に苦しむ子どもたちと向き合っていますが、帰国すると豪華な生活を楽しんでいる。このギャップをどう感じるかは人それぞれですが、1972年にひなげしの花でデビューした頃の純粋な彼女を知る人々からは、もう少し慈善家らしい振る舞いを期待する声が聞かれます。慈善家である以上、贅沢な生活は控えめにするべきだという意見もあります。確かに自分は贅沢を楽しみながら他人に貧困問題への関心を呼びかけても説得力に欠けますよね。事実ファンからはデビュー当時のピュアな彼女に戻ってほしいとの声が寄せられているようです。それでは今回のニュースに対する海外からの反応をご紹介します。中国が反日教育をしているのは明らかだね。
いくつもの証拠があるし、びっくりしたのは、日本ユニセフ協会が国連機関じゃなくて民間団体だったことだよ。帝国主義の時代、日本人が中国人に対して残酷なことをしたのは確かだろ。だから反日教育があるんだよ。中国軍が残酷なことをするのは有名だし、キナモ軍の挑発が原因だと思うよ。これだけ証拠が揃っているんだから、反日教育をしていないなんて中国の主張は信じられない。25億円の大邸宅なんて都内でも珍しいよね。しかも別荘まで持っているなんて、批判されても仕方ないよ。アグネスが本当に慈善家なら、表向きだけでも質素な暮らしをするべきだよ。こうした反応を見てみると、やはり多くの人が中国が反日教育を行っていると考えていることがわかります。歴史を歪める行為は自国民を騙すことでもあり、それが繰り返されることで国際社会からの信頼を失うのは当然のことです。そう考えると、国家から洗脳されている中国人たちもまた被害者と言えるかもしれません。いかがでしたか？アグネス・チャンさんは反日教育なんてないと主張していましたが、歴史を詳しく調べていくと、反日教育が行われている実態が見えてきます。中国の中学校歴史教科書では、日本が悪者に仕立て上げられていますが、山東省動乱記念写真帳や雑誌サピオには、中国の反日教育とは全く異なる真実が記されています。これらの明確な証拠から、中国が歴史を捏造していた事実が明らかになりました。その結果、日本軍は中国人に対して細菌戦やジェノサイドを言っていたどころか、大飢饉に苦しむ農民たちに食料を与えていたことが分かったんです。こうした行為に驚く人もいるでしょうが、それ以上に日本人だったらそうするのもうなずけると納得する人も多いはずです。今回のエピソードは、真実を語る者が最後に勝つという良い事例ですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあ